どうもこんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いいたします。さあ今回も始める前の前置きとさせていただきますが、最近はですねちょっと動画の投稿の方が不定期になってしまいまして、愛すいませんという感じですが、なかなかね定期的に日を決めて動画作ることはちょっとできにくくなっておりますので、動画撮れるときに撮るという形でさせていただきたいと思いますのでね、何卒よろしくお願いいたします。さあそれで、前回もご視聴コメントたくさんまたいただきましてありがとうございます。ありがとうございますを噛むんだ ね、コメントアドバイスは本当に毎回、参考にさせていただきいただいておりますので、はい、これからもねよろしくお願いします。なんか変に改まっちゃったけど、さてそれでなんですが、今が101日目ということで、あと1週間半ぐらいで定期審査が始まるんですよね。ですからこれからはちょっと定期審査に勝つためのプレイングを重視して当面はやっていきたいと思います。で前回も中立の守護聖様をね、育成で親密度を上げていく形でやっていきましたが、今回も特にランディ様のね、ランディ様の親密度を上げながら、惑星を作っていこうかなと思いますね。あとコメントにもありましたが、中立の守護聖様の中でもオスカー様あたりねも合わせてね、余裕があったら引き込んでいきたいかなっていう感じかな。あとマルセルちゃんがねあと一歩で惑星できそうなので、それも機会があれば、そして教官様も確実にその人気投票が投票してくれるだけの親密度を上げておいて、まあ人気投票にも育成合戦にも、育成合戦育成度の審査でもどっちでも勝てる体制をね、作っていきたいなと思います。よし、じゃあやっていこう。よろしくお願いします。さあね、あれ雨降ってきたかな外。あららら、よかったよかった。ちょうどね今洗濯物を取り込んで、それで動画を始めたんだけど、よかったねえ、録音中に雨降ってきたらね洗濯物濡れちゃうからねさて、そう前回ねランディ様に育成お願いしたからね、さあ惑星はできるか。できなかった。もう一歩ってとこかな。さあ、おっと今日誰も来ない。よし、じゃあと今回も引き続きランディ様に育成を全力でお願いして、まず惑星1個作って、あとできればねよくわかんないけど、あ、はいはい、今日も張り切っているみたいだね。君の明るい笑顔って周りまで元気にしてくれるから不思議だよ。サンクスです。今日はお願いをねたくさん。人気投票してくれる目安っていうのはちょっとよくわからないんだけど、親密度120から130ってとこかな。130は欲しいぐらいの感じですかね。だからそのぐらいまでは上げておきたいなと、でそういう意味でどうしようかな。ビクトール様がちょっとそのボーダーライン上にあるっぽいので、このハート2つはビクトール様に使うか。惑星はまだ一応リードしてるから、マルセルちゃんの育成のお願いは、そのギリギリというか向こうが動き出してからにしよう。はい、こんにちは。おお、よく来たな。俺にできるのはここで指導することだけだが、全力で務めよう。お前も頑張ってくれ。ありがとう。もう今度は投票お願いします。では精神を高めるための学習をしようもう丸尾くん状態だよね、ちびまる子ちゃんの。清き一票のためにこうしてね、皆さんとの出会いを頑張っていくという指示を取り付けるために頑張る湯気子であったっていう。さて、まあ寝ようか。いや、本当に良かった。あ、お望み通りね。まだ自主育成じゃないね。はい。いや、最近本当ね、春なのになんか夏みたいな急激に天候が変わったりするから、油断できませんね。まあ、春も不安定、不安定は不安定ですけどね、いつも。はい、よろしくお願いします。
あとそう、一応今のうちに言っとこう。ちょっとね、最近風邪ひいちゃいまして、若干喉の調子が悪いですが、どうかご承知おきください。変な感じになるかもしれないけど。さ、今日も誰もいない。じゃあ今日も同じ動きで行くか。ランディ様のとこ行って、育成してもらって、今日全力でお願いしたら、惑星、できるかな。はい、お願いします。はい、お願いします。さて、そして、育成をお願いするか、 あるいはちょっとセーラン様のとこ行って、セーラン様の投票も確実にしよう。で、多分ね、ティムカ様はもう絶対投票してくれるんだよねイベントも起きたし。あ、いらっしゃらないか。そしたら、あ、じゃあこれを利用してマルセルちゃんとこ行くか。とどめの惑星的な。はい、こんにちは。あれ、またプレゼントした。いかんなあ。あ、こんにちは、ヨリコ。育成がうまくいくといいね。僕も応援するから頑張って。うん、ちょっと普通な感じの態度になっちゃったね。お願いを、育成を、少しお願いします。はい、少し力を送るんだね。僕頑張るよ、ヨリコ。頑張ってください。いやー、すごいなー。なんでそんなプレゼントあげられるんだろう。ねえ、日曜日だけだもんね。さあ、しかし、ちょっと、レイチェルも動き始めてるね。はい。さあ、まずは、マルセルちゃん。これで、惑星ができるといいんだけど。ああ、まだできない。まだできないか。はい。ランディ様もまだできない。さあ、今日は王立研究院に行く日だよ。いや、ほんとね、ランディ様とゼフェル君はね、言い間違えるんだよね。サマと君って言い分けても間違えるんだよね。気をつけなきゃ。はい、こんにちは。ようこそ、上皇ゆげ子。どの曜日は必ず育成物の様子を見る人と定められております。はい。じゃあ、チャットの様子を見に行こう。はい、こんにちは。どう？さあ、前回よりも頑張ったよ、育成。うん、勝ってるね。鋼の錬金術か。そうか、錬成していけって話ね。了解了解。首キュルル、キュクビビ、はいはいはい。なるほど。さあ今のところ、惑星は5対3だよね、うん、一応星2つリードしているけど、まあ油断はすべきではない、うん、帰ろう。待って、あれ、黄色い惑星ってなんだっけ。はーい、よろしくお願いします。お、遅いぞ。負けてるときはレイチェルが遅いのかな。ねえ。なんか法則性があるんだろうか。さて、育成の様子を見よう。あ、そうだ、黄色はジュリアス様だ。あー、マルセルちゃん上がりにくいね。で、風緑があと一歩で、クラビ様ももう少し頑張ればできると。はいはいはい、了解です。安定度13 13なってる。安定度はもう十分すぎるほど高いね。そんな気にしなくてもいいみたいですね。さあ、寝よう寝よう、寝ちゃおうと。さあ、日時の曜日、誰かいらっしゃるのか、らないのか。あ、来た。最近、来訪者が多いね。あ、リミエル様だ。これは断らない手はないよね。うん。あと一歩で自主育成かもしれないしね。入ってもらおう。入ってもらうよ。そういや、ね、恋愛イベント第一段階行った守護星様は夜の
夜のデートというのがあるらしいですね。楽しみだ。こんにちは、ユミエール様。今日は日の曜日ですね、ゆげこ。もしあなたに予定がないのでしたら、共に過ごしたいと思ったのですが。はい。喜んで受けよう。喜んで。はい、とっても嬉しいです、リミエール様。私も嬉しいですよ、ゆげこ。今日は、どのようにして過ごしましょうか。これ、どっちでもいいね。だから、庭園デートはちょっとリスクがあるから、他の守護聖様がいる的な意味で、リスクが高いから、そうだな。湖かお部屋がいいんだけど、湖行ってみる。いや、ここはリュミエさんに任せ、あ、いや、任せちゃいけないな。店員に行きたいって言ったらダメだからな。じゃあ、ちょっと湖行ってみようか。もう一回。どこかへ出かけませんか？森の湖。行きたいです。はい、では参りましょうか。お、カップルがいるから、まあ少なくともイベントは起こり得ないと。ん？鳥がいる。右上に鳥がいるね。鳥もカップルかよ。自然は鳥飼いの効かないもので作られています。水に火の代わりはできませんし、逆もしかりです。人にもその人にしかできないことがあります。あなたが今私の心を穏やかにしてくれているように、これは口説きかなんかかな？それとも巣かな？まあ、小鳥さんだな。小鳥さんおるね。おっと、アピール。アピールタイムか？ああ、あれは、喜びの歌を歌っているのですよ。私の心を伝えてくれているのかもしれません。優しい笑顔のあなたと一緒にいられる私の心をね。リュミエル様も言うね。さあ、二人何してる？何？またか。またこの恥ずかしいパターンか。こういう意味で恥ずかしいんだよね。ねえ、狂美の女性は詩を読むと、ポエムを読むと喜んでくれるのだろうかね。キャッ。嬉しくなってくる？さあ、じゃあ行こうか。いや、今回もリュミール様とね、相性バッチリだから、やっぱり、まあ、先行したのはね、ティムカ様だけど、今日はゆったりした時間を過ごすことができましたね。楽しかったですよ、ゆげこ。はい、こちらこそ。ああした時間を持つことはお互いにとって良いことだと思います。あなたも楽しかったら良いのですが、楽しかったよ。もし時間が合うなら、またご一緒させてください。では、失礼します、ゆげこ。はい。ね、コメントで教えていただきましたが、リュミエル様は、海が見える、海に囲まれたような、そんなところ出身らしいですね。はい、楽しかったな。さあ、寝よう。まあ、リュミエル様とデートできたらいいでしょう。親密度も十分すぎるほど上がってきたし。さあ、おはようございます。さあ、あと1週間だよ。テスト追い込み期間。追い込み期間。さあ、まずは、週の初めの学習から。忘れずにね。一応見てみようか。学習してたら、メッケモーのアイジムの部屋。今日もゲームか。何かな？牧場物語かな？最近私は牧場物語を、スーファイワンだけどやってます。カーブ地獄。誰もいない。どうしようかな。ちょっと占いも見てみたいんだよね。まあ、とりあえず学芸館で、セーラン様。はい、こんにちは。いや、よく来たね。試験は会長会？大苦戦中だけど、次は勝つ。ここで学んだことが少しでも活かされていると嬉しいんだけどね。今日は学習をしに来たよ。おい。よろしくお願いします。まあ、セーラン様ともね、相性低いからどうなるかと思ったけど、まあまあ、親密度上がってきたね。頑張ったみたいだね。感性はまあまあ上昇したみたいだ。今日も噛むね。これからもこの調子で行ってほしいもんだね。ありがとうございます。はい。さて、誰かね、星1個使う機会があれ、ハートだ。ハート1個使う機会があったよしよし。偶然ですね、ゆり子。頑張っていますか？頑張ってるよ。じゃあまずはご挨拶。こんにちは、ゆり子。元気そうで何よりです。何よりです。
何をしようかな。よし、お願いを。ジュミール様と相性を上げることができたね、やっと。まあもう十分すぎる高いんだけど。仲良くしたいです。誰とって？あなたとですよ、もちろん。また鼻が詰まってきちゃった。鼻声。ほい、さあ相性100にするよ。ピロリン、私と仲良くですね。ええ、確かに、ゆげこ。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、じゃあこの星1個で、メルちゃん、ゆげこを開けてくれると、なんだか頑張れちゃう気がする。やっぱり、女王候補ってすごいんだね。ね、まあ、ラブフラーもした方がいいというね、コメントもありましたが、なんとなく、メルちゃんを傷つけたくないから、ためらってるんだよな。はい、お願いします。さあどうだろう。はい、でも水見るとそんな上がんなかったね、リミエル様。ちょっとだけ上がったか。で、まだ微妙だな。で、クラビス様とマルセルちゃんの親密度がどんどん下がってる。で、やっぱりランディ様、やっぱここはオスカー様あたり行きたいね。で、できればね、現在中立の守護聖様を2人ぐらいこっちに引き入れてから、レイチェル側に行った守護聖様を切り崩しに行きたいところかな。あ、とかリュミエ様、これで次相性100になるのかな。はい、ありがとう。あと一応レイチェルも見とこう。はい、まあね、守護聖様だけで言えば負けてるんだよね、親密度合戦は。共感を含めると強いんだけど。ありがとう。学習行ってたのか。じゃあ星2つ、ハート2つはランディ様だな。少し育成をお願いして、これでできるかな、惑星が。はい、どうもどうも、お願いが。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ帰って寝よう。さあ、まずはランディ様。はい、朝たらしいうちに届け、よろしく。これで惑星できたらいいな。ランディ様は仕事嫌いなんだよね。ああ、やっぱできないか。少しは、本当に少しなんだ。うん、そっか。結構苦戦するな。まあ今はね、一応惑星数では勝ってるから、むしろ親密度を上げるという意味でランディ様にアタック、猛烈アタックしてるところだからね。まあそれでもいいんだけど。集中的にね、投票を一つでも増やそう。はい、こんにちは。お、なんか変わったね。ゆえこを見ていると、何かに向かって懸命に頑張る姿って綺麗だなっていつも思うんだ。うん、確かに。はい、じゃあたくさんお願いします。さて、公園に行ってたのか。残り2個。うん、この辺で少し、じゃあ他の中立の守護聖様も行ってみようか。ちょっとね、オスカー様でも負けてるんだよね。で、完全に中立なのは多分ゼフェル君とルバ様なんだよね。ルバ様はオスカー様なんだけど、どっちで行こうかな。まあ一応レイチェルに負けてる方で、オスカー様にちょっと育成お願いするか、ここは。少しずつね。あ、いらっしゃらないか。あ、じゃあちょっとセーラン様のとこ行くか。確実に投票してほしい。ちょっと学習偏っちゃうけどね。120以上行きたいからね。はい、こんにちは。学習をお願いします。よしよし。まあ、まだまあまあだからね。
まあ、これがたくさん上がるようになると、まあ、目安としては投票してくれるぐらいになるんでしょうかね。はい、さあこれでランディ惑星ができるかな、ランディ星ができるかな。はい、できた。青っぽいんだね。はい、これで6、3ね。6対3。お、今日は来訪者あり。どなたかな？レイチェルが来た。まあ、入ってもらおう。レイチェルとも実は割と親密度高めなんだよね。元気、どうせ暇してると思って遊びに来てあげてよ。忙しいよ、こっちとら。ね、私ってほんと気が利くんだから。さあ、じゃあ私とお話をしよう。はい。何について話したらいい？嫌いな食べ物を聞いてみようか。レイチェルに嫌いな食べ物聞いてないよね、確か。聞いたっけ？確か聞いてない。はい。バタークリームのケーキってあんまり好きじゃないよ。バタークリーム？あれ美味しいやつだよね。だって、なんか色が変なんだもん。あ、色が変だから、なんか、カロリーが高いとかじゃなくて。私の好きなのはね、チーズケーキなの。あれ、そんなに色違ったっけ？それも、ベイクドタイプのが一番好き。ベイクド？焼いたやつ？ほうほう。焼いたチーズケーキなんてよく知らないよ。私の話はこれぐらいだな。せっかくお話したんだから参考にしてよね。何？プレゼント？アンにプレゼントを要求してんのかな？ベイクドチーズケーキね。はい。うん、ありがとう、レイチェル。せいぜい頑張ってよね。じゃあね、ゆげこ。はいはい。じゃあ一応書いとくか。レイチェルは、バター、じゃないや、チーズケーキね。はい。じゃあ今日も、基本、ランディ様に全力育成がメインだね。とりあえず、ああまあ、湖行ってもいいんだけどね。まあ今はちょっと湖行ってる余裕はないか。とりあえず、惑星でも差をつけつつっていう感じでやっていくか。うん、まあ、育成の効率は良くないとは思うけど、ちょっと確実に親密度を上げていきたいから。はい、こんにちは。育成をたくさんお願いします。はい。で、合わせてオスカー様のとこに行くって感じでいいかな。はい、来ましたよ。ん？今日も一生懸命頑張ってるな。そのひたむきな姿が俺のハートを熱くさせるんだぜ。なんてな。これなんてなは照れ隠しなのか、あるいは相手を煙に巻く、伊達男特有のね、技なのかっていう議論の余地があるね。どうなんでしょう。今日はお願いが、育成をね、少しお願いします。はい、覚えとくぜ、お嬢ちゃん。ありがとうございます。さ、帰って寝るごわす。さあ、レイチェルの育成がまた止まったね。ここに来て、はい、お願いします。新宇宙は何事にも負けない強い意志を持つように、ゆげこの望み通り奉納の力を送ろう。はい、よろしくお願いします。この赤色はいいね。なんて言ったらいいんだ。色を言い表す語彙が私にはないからね。なんか、いい赤としか言えないけど。お、来訪者あり。誰かな？あ、またレイチェル。どうしたの、レイチェル。寂しくなった。寂しレイチェルかな？そうしよう。服装を聞いたんだよね。嫌いな食べ物は昨日聞いたばっからし。まあ、もう一回服装について聞いてみようか。ミニスカートがうんぬんでしたよ。どんな服でも似合うってみんなに言われるんだけど、私はスカートが好き、ほら。あ、ミニスカートとは言ってないか、スカートね。はいはいはい。ああ、そうですね。はーい。あ、ありがとう、レイチェル。どうしたんだろうね、レイチェル。不安なのかな？何か悩みを抱えているのかな？だったらね、いくらでも聞くけど。うん。スカイプ用意して朝までとか。いいよ。
それで、ああ、占いみたいな。すごい占いが見たいな。守護聖様が言ったら占いを見たいんだけども。お、ティムカ様だ。こんにちは。はい、こんにちは、ユリコ。ここにいらっしゃるなんて、あなたって熱心な方なんですね。はい、安定度ってあなたが想像した惑星を存在させるためのとっても重要なものなんですよ。うん、重々承知しております。惑星を失うのも悲しいことですが、それで周りの方の信頼を失ってしまうのはもっと辛いですよね。うん、これやっちゃうと痛そうだな。はい、どうもどうも。ああ、これは、いえ、女王候補として育成に関心があるのは当然ですね。どうしたの？エルートさん、どうしたの？親密度が上がったの？いつの間にか。なんで？育成頑張ってるからかな。びっくりした。あ、じゃあメルちゃんもそのうち声が出るってこと？マジか。さ、コツコツいくよ。はい、こんにちは。育成をたくさんお願いします。さあ、外は雷が鳴ってきました。天気は急速に悪化している。あー、ハートの使い道がな。占い見なくてもいいけどね。まあ、今回ちょっとテストに勝つ、定期審査に勝つプレイングを今週はやっていきたいから、ビクトール様と行くか。人気投票に備えて確実に票をもらおう。あ、ちょうどレイチェルがいた。あ、レイコ、あなたもここに来たんだね。あ、そうか、公園行ってもよかったね。そうか、レイチェルの動向を探るのよかった。なんだ、二人とも勉強熱心だな。なんとし、あ、違う、俺としても教えがいがあるってもんだ。よし、ちょうどいい。今日は二人で互いに教え合うのだとどうだ。より大きい成果が得られると思うぞ。よし、するする。はい、よろしく。はい、勉強になったよ。あなただってそうなんでしょ。私のおかげだよ。感謝してるね。なんか、ね、毎日のようにレイチェルが来てくれるとちょっと親近感が湧くね。お、ユゲコ、なかなか頑張ったじゃないか。精神はまあまあ上昇したようだ。あ、またまあまあか。これからもこの調子で頑張ってくれよ。俺もできる限り協力するからな。ありがとうございます。さて、じゃあこれで占いこう。もう一回確認しよう。まあ、あ、ルバ様だ。これルバ様優先でしょ。ごめんね、メルちゃん。おや、偶然ですね、ユゲコ。まずこれ挨拶をね。こんにちは、ユゲコ。今日も頑張ってるみたいですね。はい、ここはお願いしよう。ここでのお願いというと、人間関係についてってことになりますけど。はい、どんなお願いなんですか？仲良くしたいです。メルちゃんにラブフラがね、あまりお願いしにくい以上、こういう機会は積極的に掴んでいこう。はい、ルバ様ね。あなたとです。ヤンウェンリーニのルバ様こと、ルバ様。ああ、私と仲良くですか？わかりましたよ、ユゲコ。はい、お願いします。さあ、じゃあ、帰ろう。さあ、時間来たね。じゃあ、この辺でセーブしておきましょう。はい。はい、ただいま。よし、記録をしよう。ああ、じゃあ、そうだな。今日はもう一回続けてやるか。一応セーブしといて。うん。うん、今日は連投しよう。はい、じゃあ、一旦ここでね、終わりにします。はい、じゃあ、ご視聴、今回もありがとうございました。またね、何かございましたら、コメントよろしくお願いします。ということで、では、これで失礼いたします。